じゃあこんにちは、豊さん、はい、DeNA が6連敗現在、大体皆さんの予想は打線も好調なので引っ張っていくんじゃないかと思っていたところ、6連敗まさかの。マキさえいれば B クラスには教えることはないって言いました。覚えてらっしゃる覚えてらっしゃる。だけどこんなになるかね、もうありえないと思うよ。ありえないことが起きちゃったんですよ。いや、そうだよ。なぜ起きちゃったのか。まあまあ確かにね、はい、今から守備が上手くなれとか、はい、走塁を先の塁を狙えとか、うん、まあ盗塁は走ってるけど、はい、まあ、そうは急には上手くならんけど、もっと打つと思ったよ。はい、オーサー・オースティンが。そうです。オーサーで何しとんねんって。まあね、イレギュラーになっちゃったボールが当たってしまった。脳震盪って。脳震盪か。まだ復帰してないんですよね。いつ目処なのかもちょっとわからなくて。もう本当困るよ。はい、それが今フォードがね、ファーストにっていうことなんですけれども、あと佐野選手もデッドボールだったので大丈夫かっていうふうにファンはそこも心配したんですが、まあ、佐野選手は大丈夫です。佐野はね、体強いから。そうですね。大丈夫、あの子は。うん。ただ、あの子は頑張れるから。頑張れるから。うん、ただ6連敗っす。まあピッチャーがね、登板回避で矢崎が。プロ入り初先発っていうこともあるし、はい、まあいろいろアクシデントが多いな。ちょっとついてないですね。まあ例えばそのなオースティンにもそうだし、はい、まあ平の腰もそうだし、はい、まあいろんなことが起きてるな。そうなんですよね。だからまあそれはもうしょうがないよ、それはもうそうなったもん。確かに。ただクリーンアップだけ見るとオースティンは外れたものの、まあ、佐野選手だったり牧選手、宮崎選手はいるので、なんとか。いや、ただね、オースティンがいなくなって梶原がおかしくなってるんだよな。それは何でしょう。やっぱりなんか、やっぱ後ろにオースティンがいてくれるっていう安心感とか、まあいろいろ、まあ状態も落ちる頃だけどもね、はい、落ちる頃だけども、まあ、そんなには長くはね、うん、好調っていうのは続かないけど、うん、ごまかしごまかしな調子が上がってくるまでちょっとつながなきゃいけないんだけど、こう 1,2 番がガクッと落ちたよね、はい。うん、まあ、それに伴って、まあ、佐野のヒットがいきなくなったりとか、うん、まあ、牧がホームランを打ってくれて点が入ることはあっても、宮崎がちょっとぼちぼちなんだよね。あんまりいいっていう感じがないんだよ。疲れですか、これ。まあ疲れもあるだろうしな、それはまあ1年間なコンスタントに本当に波なくできるっていう選手もいないしさ、はい、山本雄大がちょっと落ちたな、はい、うん、まあ、5番を打たせたきっかけからちょっと落ちてきたな。それは、まあ、それは打順はあんまり関係ないかも分かんないけども、うん、まあ、落ちる時期にもあっただろうし、はい、このやっぱこう夏場ね、キャッチャーって過酷だからね。そうですね。だからまあバッティングが多少落ちてもしょうがないんだろうけども、はい、でも山本雄大というバッターとしてのことを見ると、うん、好調時っていうのはやっぱり山本雄大に回ってきてたんだよね。前半そうでしたね。でよく打ってくれてたんだよ、はい。だからまあここら辺があんまりちょっと機能しなくなったとか、うん、だいたいこう低迷に入るけど、低迷に入った時にじゃあどうやって勝つんだって言ったら、うん、まあ投手力であったりだとか、はい、まあ走塁盗塁であったりだとか、うん、まあそういう細かい野球にはなってくるけどね。ただその細かい野球っていうのが DeNA っていうのはなんというかこう、まあ苦手っちゃ苦手だよね、うん、でまあ解消はされつつあるんだろうけどもさ、はい、まだまだこう完成度とすればすごく低いものがあったりとかね、うん、守備、うん、バッティングに自信があればちょっと前進守備じゃなくて後ろで前半は守ってても1点やっても2点やらないとか、はい、2点目やらないっていう守りができればいいんだろうけども、まあ、前進して間抜かれて2点失うとか、うん、まあ、ちょっとやっぱこう循環が悪くなってきてるよね。だからまあここら辺はもう一度シンプルに直した方がいいだろうし、はい、うん、まあ、この前のランダムプレーでもさ、はい、ピッチャーが入ってんだよね、うんうんうん、で最後ピッチャーがちょっと高騰して、はい、ランナーを生かすような形になってピンチが広がり、その後2点タイムリーでしょ、バッターランナーも進んじゃってね、はい、だから、まあ、そういう悪循環もあるしね、まあ、そうなってくるとなんでそうなってんだって言ったら、フォードがファーストに入って守備体系とか、こういうランダープレー、こういう風な時はどこに走るとか、うん、そういうこともやってないわけでしょ、はい、だからまあ急にそこまで気がつかないよね。そうですよね、まあ、とにかく打ってくれればいいみたいな、うん、そんな感じでやってるから、それはなかなかそういうふうな守備はね、はい、できないかもわからないけども、うん、やっぱそういう完成度ということがちょっと低すぎるな、うん、ということはこれはオースティンが帰ってくれば、だからオースティンがいてもランダープレーに参加してたかどうかっていうのはまあわからないよね。あ、そうか、うん、
だからまあそこまでの決め事で守備を動かしているのかどうかっていうことはまあ分からないからね、うんまあ、ただ浜口がいい球を投げたらアウトだし、はい、っていうようなプレーなんだよね。でもまあピッチャーは本来なら参加させないよね、うん、そうです。そうやってキャンプの時ずっと練習積んでるから、はい、でもそこに浜口が入ってきたっていうのはどこがこう欠落してたんだっていうことになるし、はい、だまあそういうところをしっかりやっていかないとね。そうです、ね。まあ、なかなかこう連敗っていうのも難しいかなっていうね。それをカバーできるぐらい打って打って打ってだったらまだいいんでしょうけどね。いやいやもう打って打っていくしかないんだよ。うん、だから休んでる暇ないんだよ。ただオースティンが一人ポッと抜けるとさ、うん、ものすごく弱々しく、そうなんですよね、感じるっていうのがちょっと困ったなみたいな。確かにもうここからはずっといてくれるのかなと思ってたので、まあ、そうだな、はい、グラウンドにまだちょっといつ帰ってくるのかっていうのがわからない。プラスそんな状況の中でこの情報をお伝えするのは非常に忍びないんですが、はい、8月 DeNA は野外でしたも試合が多いんですよ、まあ、そうだな、はい、で8月は27試合、ありまして DeNA 野外がそのうち22試合、ドームはバンデリンの5試合のみということで、これ圧倒的にちょっと不利な状況というか疲れる状況なのかなって。この辺りは、まあ、疲れないようにするしかないけどもね、はい、あら練習量落ちたりだとかさ、うんまあ、落とさなきゃやってられないよね。やっぱこう試合にベストで持っていくような形を取るんだったらやっぱり練習量も落とさなきゃいけないし、うん、困ったね。でもホームが多いでしょ、はい、そうですね、ホームが多いです。まあ夏場のスタジアムに DeNA は強いからね。まあ浜風もちょっと吹けば涼しくはなるんですかね。まあ、涼しいけど暑いっちゃ暑い。むわっとしますよね。プラス9連戦、これセリーグの9連戦というのが8月の6日から14日まであるんですけれども、この9連戦もうち3試合がドーム球場のみということで、6試合がやっぱり外のでのゲームとなってしまうので、ちょっと平の腰が心配だったりだとかさ。そうですね、まあ、ジャクソンがね、そうです、熱中症になった。神宮で熱中症になってるので一回やっぱり、まあ、経が大丈夫ですか、ストライクボールによって精神的にね、うん、そうそう、ちょっとメンタルが崩れる時あるし、はい、非常に困っちゃうよね、うん、これ例えば野外でのそういう疲れとか、この夏場の疲れっていうのは投手の方が負担大きいのか野手の方が負担大きいのか。いやまあ両方だな。両方なんですか、うん、まあそれは確かにね、ピッチャーは動いて全力でっていうことはやってるけど、毎日毎日ねずっと出てると聞いてくるよ、はい、豊さんもホームがまあ、ね、太陽だったので外だったと思うんですけど、まあ、今よりももちろん暑くはなかったと思うんですけど、どうでした夏場っていうのは。いやそれはね、ドーム行って試合行くじゃない、うん、羨ましかったよ。いや直射日光練習の時は当たらなくだけでも、もう体力的には楽だなみたいな。ですよね、涼しいなみたいな、うん、もうそんな感じはあったけどね。体の疲れも違いましたか。やっぱこれがずっととホームでドームだと違うだろうな、うん、やはり巨人とかはいいですよね。そうだな、うん、ただまあ外の外気温に慣れないでポッと出されるとやっぱそれはそれでまたきついじゃない、はい、ずっともう環境がそうであればその暑さに慣れるというか、はい、人間の体って慣れてくるよね、うんまあ、それを持ってる DeNA の方が強いのかな、うん。でも一時期言われたことあるな、うん、ドーム球場が圧倒的に有利だと、まあ、優勝するんだったらドーム球場のチームから探すって。あ、そう、いや言われた時期あったよ。やっぱりまあそこら辺はちょっと変わってきてるかもわかんないけどさ、はい、まあだけどやっぱドームの方が有利は有利だよな。そうですよね。あとましてはこれだけの連戦があるとさ。そうなんですよ。ジャイアンツはちなみに全部ドームでしょ。ほぼドームなんですよね、9連戦って言っても。そう考えるとやっぱいいよな。快適だと思います。あとはやっぱり先発ピッチャー陣がやっぱり日本人ならともかく外国人投手はこの暑さ、しかも湿度のある暑さというのは慣れてないので、イニング行くごとにやっぱりジャクソン投手じゃないですけどちょっと疲労度が熱中症がっていう、それでダウンしちゃうとまた連敗連敗ってなっちゃわないかなっていう、そういう心配もありますよね。いやもうギリギリのとこまで来てるよ DeNA は。だからもう本当ここ踏ん張りどころだよ。これ逆にこの8月厳しい中を乗り越えるには鍵は何ですか。やっぱ投手力だけどな。投手力って言ってもさ、うん、DeNA の強みはやっぱバッティングだよ、はい、だからもうとにかく打つしかないよ、うんうんうん、だからもうそこにもう肝据えるしかないよね。
もう打つしかないよ、うんうん、だから君たちが振って結果を出すしかないっていうさ、まあピッチャーもピッチャーである程度頑張ってると思うんだよね、うん、ただなんか次もちょっと弱いかな。そうですね、ちょっとこの夏場は相当苦しむかもわからないけど、はい、ここを乗り越えないと A クラスもないし、やばいところに来てるよね。もうここ分岐点、8月が分岐点となる。8月のもうお盆明けまでがもう分岐点って言ってるよ。まあ、だから中旬過ぎぐらいまで、まあ、この9連戦終わりぐらいまでだな。どの位置にどのゲーム差でいるかっていうことが最大の鍵だな。あの今現在7月30日現在では3位の阪神に3ゲーム差、首位の巨人とは 5.5 ゲーム差の位置にはいるんですけど、だからもうギリギリだよ。ギリギリか、そうか。プラス 要素って、まあ、今オースティンがいないけど、うん、オースティンが帰ってくる、まあ、筒香がまた帰ってきたりだとかさ、野手の層が厚くなる、うん、でピッチャーは誰だって言ったらいないもんね、プラスアルファが。じゃあ伊勢が帰ってきてくれるか、はい、もうそのぐらいしかないんだよ、うん、で若手って言ってもさ、やっぱ投げてみないとわからないし、確固たる実績あるやつがじゃあファームにいるかっていうとさ、まあ、例えば阪神みたいに西勇輝とか、うん、まあ、青柳は今下だけど青柳みたいなのが、うん、いや調子上げてきて大丈夫ですよ一軍でっていうような選手がいるかって言ったらいないんだよ。そうですね、だとするともう打っていくしかないって。いや打っていくしかない、消去法でそうなっていきますよね。まあ、そうだね。梶原選手も どうなっていきますか。まあ、オースティン選手が抜けたことによってちょっと崩れてるこのバランスっていうのは、まあ、でも状態が戻れば、うん、今ちょっとやっぱり疲労とかね、いろいろあると思うんだけども、まあ、調子が戻れば彼の場合は、まあ、そこそこやってくれると思うんだけどさ、うん、まあ、でも彼一人に耐えるわけにもいかんしな、うん、だからやっぱオースティンがいてくれるとあそこら辺でのなんて広がりっていうのがものすごく感じられたんだけども、うん、話しちゃうとあんまり感じなくなるんだよね。そうですね。その梶原ももうとにかく一番として塁に出ることしか考えないようにしないといけないし、はい、だから難しいけどもね、まあ、ただやっぱり強みといえばもう打つことだから、うん、もうとにかく頑張らないとさ。これ暑いからといって練習量を減らしちゃうのも良くないんですか。減らさなきゃいけないと思う。あ、それは減らしていいんですね、うん、もう減らさないと戦っていけないよ。そうか、練習量疲れちゃって粘っちゃいますもんね。まあまあそれだし、そういう蓄積疲労っていうのがさ、溜めないようにしとかないと戦えなくなるっていう、うんうん、夏暑い秋涼しくなるかっていったら涼しくなんないからね今。なんないですね。でその夏の疲れは秋に必ず出るようになってるから、はい、そこでまた暑いってなるとさ、うん、余計にこう火に油を注ぐような感じになるし、はい、だからそこら辺はこれを見て本当に一番いいのは入れ替えをすることなんだよ。そこですよね、うん、本来は。だから今日はお前休みなんだよ、うん、だからそれができてたんだよ。でも最近はやっぱこう状態だとかいろんなことを考えるとできないんだよね。あのそれメンバーもいないんで、だからまあそこら辺がやっぱりちょっと苦しくなってきたなっていうのはある。そうですね、まあね、DeNA オースティンがまず帰ってくることであったりとか、あとはこの8月のそのね野外が多いことの疲労がどういうふうに連戦終わった後にこう結果として出てくるのかっていうところももうちょっと見ながら、とにかく選択肢としては最後消去法で打つしかないっていう、確かにそこなんですよね。そうだな、だから前半からもう全く調子が悪いっていう人間はなかなかいなかったんだ、うん、でも全体的にじゃあ良かったものが全体的に落ちてくると全く元気がなく見えちゃうからね。そうですね。広島なんかは坂倉が全く前半悪かったのに、うん、オールスターから オールスター明け、はい、やっぱこう絶好調になってきてるんだよ、うん、で矢野も成長してきてくるんだよね。まあ2人でこうかき回すみたいな形、うん、まあ長打にはなってないけども、うん、そういう元気の良さ、うん、DeNA のその上がり目っていうのがなかなかね、うん、いないから、はい、だからちょっと困ったなっていうような感じじゃない。そうですね、やっぱ DeNA といえばねマシンガン打線なので、そこがなんとか夏は上向きに乗り切って、ね、10月っていうのを迎えてほしいなと思うんですけど、やっぱもう踏ん張りどころだから、ここがまず第一の、せっかくね狙えるチャンスにいるわけだから、ね、そうですね、まあまあだけどちょっと離されちゃったけどね、はい、まあ、だけどまだまだ諦める数字でもないし、うん、はい、まあ、ここからでは頑張らないといけない。ここからが勝負ですね、はいはい。